高戸三山は、日本の群馬県にある山、赤木山、春名山、苗木山の総称である。このうち、火山である、赤木山と春名山は、いずれもなす火山帯に属している。市街地からでも山並みがよく見えることもあり、群馬県民にはとても親しまれている。群馬県内の中学校。 高校の校歌にこの語句が含まれていることが多く、群馬県の郷土カルタである上毛カルタにも、これらの山について読まれた歌がある。群馬県で北を見て、中央の春名山が一番若い山で、右の赤木山が次に侵食が進んだ山で、左の妙木山が一番侵食が進んだ山である、という説明がよく行われる。毎年1月1日に、 群馬県を舞台に行われる全日本実業団対抗駅伝大会は、高下三山のそれぞれを見ながら走る 100km のコースとなっている。群馬県内の小学校では、運動会の時の組み分けを、この高下三山の名前を用いて、赤城団、春名団、妙義団の3組とし、対抗させる例が多数存在する。川の名前を用いて、利根団、薄井団、 カラス団の場合もある。陶芸カルタ大会では、団体戦に限り、す、も、のは、みやまという役札となり、全部取ると10点が加算される。陶芸新聞のコラム、みや春秋は、高下三山にちなんで名付けられたものである。ありがとうございます。